こんにちは、こまちです。今日はちょっと新居に引っ越してきたんで新しいお部屋から、お届けしております。本日は蟹座新月、女性性の時代へ、聖母マリアの覚醒というお話をしていきます。6月21日に蟹座の新月が起こります。蟹座の、ね、支配性っていうのはお月様、月なんですね。そして月のホームが蟹座ということで、いつもよりもお月様の力が、ムーンパワーがとても強くなる、というふうに言われています。しかも今回は夏至というね、太陽のパワーがとても強くなる、この夏至というタイミングで、蟹座の新月が起こる。その夏至の太陽のパワーをね、お月様が隠すという金環日食も、セットで訪れるというとてもとてもエネルギーが強い新月に、なっています。で、日食っていうのはね、さっきも言いましたけど、月が太陽を隠してしまうという現象なので、どれだけのこのお月様のパワーがね、今回来るのかなってものすごい感じがします。しかも、今回6月21が、蟹座新月なんですけれども、7月にももう1回蟹座新月がやってくるんですね。これ2回も蟹座新月が来るっていうのはなかなか珍しいことみたいなので、この今回のね、蟹座の新月っていうのは相当な大きな宇宙のメッセージなんじゃないかなというふうに思います。で、これは、2000年以上ね、男性性の社会っていうのが続いてきました。こうヒエラルキーの時代といって、上から、ね、下に向けてピラミッド型に、構造がなっている。一番偉い人がいて、その下にね、どんどん階層になっている、そういった構造のね、社会っていうのがもう2000年近く続いてきたんですけれども、そういった大きなピラミッド構造っていうのが崩れて、女性原理と言われている丸くなって、みんな平等みたいなね、そういった並列的な社会が、これから訪れるっていうね。私がこのネオ縄文という言葉をつけたのはまさにその時代のことを言ってるんですけれども、そういった、ね、ネオ縄文の時代のスイッチがね、ガンと強く押されていく、そんなタイミングになるのかなというふうに思います。で、今回新月が起こるのは第8ハウスです。第8ハウスというのは目に見えない部分、潜在意識の奥深い部分であるとか、子宮とかね、そういうイメージもありますので、こうまずはね、私たちの奥深くに眠る女性性というものが目覚めていくタイミングなのかなというふうに思います。で、ここ最近ですね、私も宇宙からのメッセージ、個人的なものなんですけれども、リリスは卒業しなさい、マリアとして目覚める時ですというメッセージが来ています。これはどういう意味なのかというのは、すごくまた話が長くなってしまうので、リリスとかマリアということについてのお話はまた、近いうちにアップしますけれども、とにかく今回はね、聖母マリアのような、需要のエネルギーっていうのが宇宙から降り注いでくる、そしてご自身の変容が促されるという新月になってきそうです。で、今回はですね、蟹座で水星逆行が始まるその直後ということで、過去のね、総生産であったり、まあ、より内側とかね、内面の奥深くっていうところに効いてくる新月なのかなという感じがします。で、この蟹座の向かい側に山羊座があるんですけれども、相変わらず山羊座ではね、冥王星と木星がですね、こう破壊と再生っていうのを促している最中ですので、国の在り方みたいなものがですね、根底から変わっていく、そういうエネルギーと合わせ鏡のようにして内側も変化していくよという、そのような新月のタイミングになってくるのかなというふうに思います。国家とかね、社会が変容していく中で、自分自身も新しい自分に変わっていく、そんなタイミングなんですけれども、ただですね、今回、魚座にいる火星と、スクエアというふうになっています。緊張の角度をとっている、新月になってくるので、ちょっと拡大しすぎてしまう民衆の怒りみたいなエネルギーがですね、過剰に作用していくと、ちょっとみんなのために犠牲となってくる方々っていうのが出てきてしまう可能性もあるのかなという感じがしました。こういうことをね、なるべく
あの傷つく魂がいないように、新月に、私たちが祈りを持って、平和を意図することで、ちょっとそういったエネルギーをこう抑えるってこともできると思いますので、そうした祈りを新月に捧げてみるのも良いかなと思います。またですね、変容していく女性たちのエネルギーというものにまだ男性というものが、ね、ついていけないというような感じもしています。内側にね真実がある、そういったところにね目覚めていくっていうのはやはり女性が先であり、男性というものはねまだ、長いものに巻かれてしまって、カオスな状態っていうものにあるような、インスピレーションが来ています。ですのでパートナーがいらっしゃる女性の方はですね、ぜひそんなお相手をねまだ早く生まれ変わりなさいっていうふうにはあまり言わないで、温かいマリアのようなエネルギーで見守って、あげてくださればいいのかなというふうに思います。でまた蟹座にはですね、子供というね、子供を見ごもるね、妊娠とか、そういった意味もありますので、今回そのエネルギーすごく強くなってきますので、この新月の前後でねお子さんをね授かったりとか、出産される方っていうのも増えそうですし、そんなね今回2回もあるこの蟹座新月のね間に生まれてくる子供たち、授かるね、子供たちっていうのはものすごい宇宙のエネルギーを受けて生まれてきて、そして地球のこれからの未来をね担っていくような子たちになるんじゃないかなというふうに思います。コロナという言葉はね光の輪、太陽のね光の輪っかっていう意味があるんですよね。で今回もね金環日食ということでまたやっぱり光の輪っかができるんですよね。そういった光の輪というキーワードが出てくる、それがねやっぱり令和という言葉もそうですし、これからみんながこう円形になって、光となって輝く時代というところに向かっていく、ことなのかなと、愛と光のネオ縄文時代へ向けて、どのようにね世界が舵を切っていくのか、というところが今なのかなというふうに思っています。でもやっぱり私たち一人一人がね、祈って意図するという力が、とっても大切になってきますので、ぜひ新月のね力を、受けて、いろんなね良い方向の、祈りであったりイメージングっていうのを、してみてください。でこういった変化変容の時期っていうのはね大きなエネルギーが動いてねすごく消耗するので、ゆっくり睡眠とね休養というのをとって、慈愛のエネルギーっていうのをご自分に向けてみてあげてください。で日食はねあまり見ない方がいいとかね言いますよね。私も、ちょっと半分ぐらいそれはあるかなと思っていて、あまり日食が起きている時は、外に出ないっていうことをしていたりもします。で今回ね蟹座ってことでお家がテーマですので、やっぱりお家にいらしてこの新月のエネルギーを感じるっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思ったりしています。今回も新月の楽曲制作生配信ニュームーンセッションをやりたいと思います。今回は私の Dawn of Reiwa という、ね、曲を一緒にリリースした宇山ひろとさんという、ね、プロデューサーの方と一緒に楽曲制作の配信をしていきたいなと思います。新月当日6月21日の夜7時から始めますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回ニュームーンセッションの当日に、重大ニュース重大発表もありますので、ぜひ参加されて一緒に、楽しんで新月のエネルギーから曲作りしていきましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。こまちでした。